トヨタ自動車の張富士夫名誉会長を団長とする日中経済協会の訪中団は、今日の会談相手に習主席か李首相を要請していましたが、中国側から汪洋副首相が応じると連絡があったということです。協会は汪副首相は経済政策の中心にいるので誠意のある回答だと思う、習主席らとの会談は引き続き求めていくとしています。また昨日訪中団と会談した江古城商務相は、今回のような交流が日中の政治関係の回復と発展に寄与することを希望するなどと述べました。